滑り台で遊ぼう。今日はケイ君、レオ君、ブナちゃんの3兄弟で滑り台で遊ぼうと話しています。レオ君もブナちゃんも滑り台初めてのようですね。じゃあまず僕がお手本見せてあげるね。ワクワク。ケイ君は階段を上りました。さあ行くよ。えい。こうやって滑るんだね。僕たちは滑るというか転がるだよね。それにしてもケイ兄ちゃん帰ってこないね。ただいま。ケイ兄ちゃんどこまで行っちゃったの？いや、海の方まで。海？僕たち丸いから止まれないんだね。今度は僕が滑ってみる。レオ兄ちゃん頑張って。今度は僕が止めてあげるよ。さすが長男ケイ君、体を張りますね。あららら、大丈夫かな。もうちょっとこっちかな。いや、もう少しこっちか。ケイ君こだわりますね。準備 OK だよ。さあ、いよいよレオ君も階段を上り、スタンバイ OK です。行くよ。あらら、レオ君は無事に止まりましたが、ケイ君ちょっと痛そうですね。ケイ兄ちゃん大丈夫？うん、全然大丈夫だよ。ケイ君強がりですかね。次は私がやってみる。じゃあ今度は二人で止めるね。ありがとう。さあ二人がかりですが、大丈夫でしょうか。ブナちゃんも階段を上がり、準備万端です。行くよ。あらら、今度は3人とも倒れてしまいましたね。これじゃあドミノ倒しみたいですね。とはいえ初めての滑り台遊び、楽しかったようですよ。おしまい。